南洋杉花は、ラシ植物門松綱の都がである。牧科と並び南半球を代表する新葉樹のグループである。南洋杉花の樹形は様々である。紅葉樹が優勢なことが多い熱帯においても、本花や牧科の新葉樹が優勢になる場合があり、一因として近婚が関係していると言われている。ニュージーランドでは、ナギモド貴族の巨木が崇められている。北島には、 特に有名なものが日本、種マフタとデマツアーナヘレがあり、樹種はいずれもアガチス・オーストラリスである。木材として用いられるほか、奇抜な形から庭園樹としても人気のあるものが多い。アーローカリア・ビドイリのほか、南洋杉属の種子には食べれるものがあり、オーストラリアの先住民アボリジニのほか、遠く離れた南米チリの先住民マプチェ族も食用にしていたという。 ナギモド貴族の樹脂は、カウリガムなどと呼ばれ、自生地ニュージーランドの先住民マオリは、採取したばかりの樹脂を、チューインガムのように嗜好品としたり、琥珀やワニスとして利用していた。牛尾正幸。2017特集、熱帯林における、急カルイ優先のメカニズム巻きか、南洋杉カノネの形態、貧困菌、窒素固定活性。日本生態学会始67。 ピアニッシュも337から345、土井、10.18960、生体、67.3339。ありがとうございます。